今回もガチャからやっていこうか。限定ガチャが10連できると。はい。これ何連したっけ、限定ガチャ。40連ぐらいはしてるよね、もう。原神と同じだったら、あと35回ぐらい、かな？アンドゥー。え？かっこよすぎん？ちょっと。え？この絵かっこよすぎん？え？めっちゃ好きなんだけど、これ。かっけえ。最高かよ。お兄ちゃん、お帰り。ただいま。うん、ちょうど話そうと思ってたとこだよ。VR、結果の、調査の結果、VR テスト機とボンプの充電器、どっちの電力消費量も問題なし。唯一の容疑者は白だったね。大丈夫さ、とにかく。もう、それが、ん？それ私が言いたかったのに。とにかく、この、大食いお化けを放っておくわけにはいかないよ。今月の電気代もそろそろ請求が来る頃だし、大丈夫かな。今日はもう疲れてきちゃったから、先に寝るね。お兄ちゃんも一日中頑張ったんだから夜更かしないで。一緒に寝るか。もう遅いし、特に用もないはず。今日が穏やかに過ぎたせいだろうか。なんだか眠れない。あー、夜更かし。この映画、深夜に見るには騒がしすぎるかもしれない。この映画、テーマは面白いけど、役者の演技が大げさなんだよな。この映画は、セリフを暗唱できるほど見たから別のにしよう。質問、マスターは深夜に視聴する映像をお求めでしょうか？フェアリー、今のはちょっと怖かったよ。意義あり、マスターは私の存在を認識しています。意識外からの声かけではありましたが、通常基準の心理的体制をお持ちであれば恐怖は感じないはずです。そういうもんちゃうよな、こういうのって。私がこうしているのは、マスターが今最も必要とされている映画をご提供するためです。ありがとうとおっしゃってください。もういいや、フェアリーがおすすめする、内容を見てみよう。フェアリーは何をおすすめするんだい？ HDD か。どうぞご覧ください。これがマスターのために厳選した深夜視聴に適した映像です。個人的な映像ログじゃないか。工程、関連する内容をマスターの映像アーカイブにまとめました。お礼は不要です。もういいや、どうせ出遅れだし。今までの過去を振り返るのも悪くない。11号のエージェント秘話、ホローインポッシブル、ジョーが収録されました。映像アーカイブで体験できます。なんだそれ。映像アーカイブの新項目、エージェント秘話を、ご確認ください。鑑賞したいエージェント秘話のビデオテープを選択しましょう。これか。ホローインポッシブルジョー。現段階で鑑賞いただけるものはこちらにあります。なんだこれ。今後も続きを収録していきますのでご期待ください。準備はいいですか？エージェント秘話のビデオを再生します。まあ行こっか。某日、新エリートヤヌスク、六分街喫茶店街、長い付き合いの情報や羊飼いに誘われて人畜無害なビデオ屋店長がビッグな極秘ビジネスを探る商談に駆けつけた。聞いてくれよ、お得意さん。俺を助けられるのはあんただけだ。このままだと引退だ。聞いてるから落ち着いて。手短に話そう。その距離で話してるの？同業者を軒並み敵に回す覚悟ででかい仕事をかっさらったんだ。なのにちょうどいいプロ棋士が見つからないときた。なかなかに厄介な案件でな。依頼人は直接プロ棋士との面会をご所望だ。やってくれるか。あんたたちの情報は守る。身分の偽造工作も完璧だ。用意周到、断る余地はないか。事業再開のための助け合い、断る余地ない。待ち合わせ場所は、そうだな、ビデオ屋裏の駐車場でどうだ。相手の見た目は、まあ、見ればわかる。あとは、合言葉を覚えてくれ。炎、雷だ。その日の夜、新エリート、ヤヌスク、六分街ビデオ屋、ランダムプレイの駐車場にて。夜、裏口にある駐車場、どこよりも、馴染み深い場所だが、やむを得ず初めて来た風を装った。
駐車場の真ん中には見知らぬ少女が立っている。頭からつま先まで凛としたオーラを放ち、近づくこちらを鋭い目線でまっすぐに見据える。この少女が羊飼いが言ってた依頼人だろう。あ、やっとつながった。もしもし、お兄ちゃん聞こえる？駐車場に入る前にあらかじめ耳の中に潜ませておいた骨伝導イヤホンからよく知る聞こえ夜知る声が聞こえてきた。唯一の肉親は不測の事態に備え、ドア1枚隔てた向こうで裏庭の動向を探っている。安心して、私とフェアリーがお兄ちゃんを全力で守るから、依頼人と思う存分話してきて。それと羊飼いからの暗号も忘れずにね。ファイヤーサンダーだよ。ファイヤーサンダーか、火雷ちゃうんけ。エージェント秘話を進めている最中は一部機能が利用できなくなる場合がある。必要に応じて画面左上の中断を活用しよう。中断すると現在の進捗は保存されるが、新しいエージェント秘話を解放することはできない。あれか、原神の伝説任務みたいな感じか。で、この子か。凛とした少女。なんでそんな変なのつけてんだ。ファイヤー。ファイヤーサンダ、かっこいい声。あなたは約束の時間に2分55秒もの遅刻をした。あ、めんどくさいやつだ。防衛軍においてこれは見過ごすことのできない規律違反に当たるわ。めんどくせえやつだ。処罰として腕立て伏せ175回、あるいは片手腕立て伏せ 87.5 回が課せられることになる。天狗ってどこやねん。それ一番きついところで止まらん。天狗の片手伏せ 0.5 回の片手腕立て伏せか。お手本を見せてくれないかい。もう一つ、そのような浅はかな質問をした者には処罰を倍にする決まりがあるのだけど、民間人の行動や言動を正すのは私の責務ではないし、ましてや今回の目的でもない。なんか部隊の所属の方か。推薦したプロ騎士ね、まず初めに同意して。この会話が終わったら、私たちがここで会ったことを含む全てはなかったことになる。それだけ重要な機密に関わるの。いい。はい。私は防衛軍オブシディアン大隊所属11号。あなたの情報は全て羊飼いから把握しているけど、私が示すことのできる誠意はこのコードネームだけよ。じゃあもちろんあれか、ちゃんとした名前があるのか。てか11号ってことは少なくとも 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 がいると。コードネームってそんなので誠意を示したことになるわけ？絶対なんか名前があるよね。当ててみよっか。ルーシー、マリー、合わせてルシマリ。まるで旧文明のウエスタン映画のようなネーミングセンスですね。これがあなたの渾身のユーモアですか、助手2号。フェアリーはいつもナイフ尖ってんな。静かに、依頼人が話すよ。羊飼いによれば、あなたは南部出身の放浪者で並々ならぬ手腕を持っている。にもかかわらずこの都市には定住していない。かつてはクリムゾンアイズハーミットとしてプロ騎士業界では知られた名だったようね。なんやその中二病しかつけねえ名前。まあそれが俺って言っとこう。認めたくはないけど、それが僕の名だ。旧文明のアニメじゃあるまいし。クリムゾン？何？手短に言うわ。私の依頼は至ってシンプル。裏切り者探しよ。最近防衛軍にスパイが紛れていることが発覚した。正体はここ一帯の反乱軍勢力から送り込まれた工作員。当の本人は正体がバレていることに未だ気づいていない。私の上官はそれを逆手にとってスパイを反乱軍の支部まで泳がせ一網打尽にするつもりよ。私はこの計画の執行者として防衛軍を裏切るふりをして目標のスパイと接触するよう命じられた。計画は概ね順調に進んでいるわ。ただかなり下手に出ているにもかかわらず、目標は私を完全には信頼していない。その喋り方のせいじゃない。とはいえいくらか収穫はあって、目標がとある名だたるプロ騎士を崇拝しているという情報が入手できたの。
そのプロ騎士の協力を得られたと偽ることができれば、彼は直ちに私を上層部に取り継いでくれるでしょう。それが俺と。あなたにはそのプロ騎士に扮してスパイの指示を遂行する手伝いをしてもらう。これが今回の依頼内容よ。どうすんねん、パエトーンやったら信頼してるの。できるかしら、スカーレットライズテルミット。え、名前違くね。ちょっと失礼、僕の名はクリムゾンアイズハーミットだ。そのプロ騎士の大層な名前は民間人に疎い私でさえ知っている。あーん、そういうことね。パエトーンよ。え、予想外の答えだ。面倒なことになっちゃったね。ん？あ、俺の身分をなんか変なのやつにぐちゃぐちゃぐちゃって偽ってんのかなと思ったら、あ、そっか、そっか、あの、それになりすませって言ったから全然違うんだ。なんだ今さっきのスカーレットってこいつなんやね本当に。パエトーンに偽装する、間違いなくパエトーンにとって前例のない依頼です。あらゆる検索エンジンで自分を偽るを検索中。マッチ度の高い3件を提示。戸籍偽装、カモフラージュ、死んだふり。わあ、助かったよフィエリー。あんたのいない生活なんて考えらんないや。大丈夫？カーマイン・アイスハーメル、ずいぶん戸惑っている様子だけど。こいつ腹立つな。まあ大丈夫。大丈夫。昔のことを思い出しただけだ。かの有名なパエトーンを演じるにあたってプレッシャーを感じるのも無理はない。まあ羊飼いは情報屋としての名誉をかけてあなたを推薦した。よって私は信じる。あなたは私や新エリート防衛軍、いえ新エリート全ての期待を背負っていると言っても過言ではない。だから肩の力を抜いて。それで肩の力が抜けると思ってるわけ？あなたたちプロ騎士の業界のルールにのっとり、依頼の詳細を暗号化してインターノットという名のフォーラムに投稿した。詳細を確認した後でも覚悟が鈍らなければ引き受けて。また連絡するわ。ほーん、おもろくなったやないかい。お疲れ様、お兄ちゃん。あの11号って依頼人、ここがお兄ちゃんの家だって気づかなかったね。まさか新エリート防衛軍から依頼が来るなんて。しかも裏切り者探しってトップシークレットじゃん。防衛軍とか反乱軍とか言ってたよな。そこら辺がな、なんか未だなんかちょっと出てきてないよな、ストーリーに。ちょっとわかんないところではあるけど。リスクも大きいよね。どうしよう、この依頼を受けるべきかな。いっそ断って羊飼いのことは自分で何とかしてもらう。まあリターンも欲しいし。この依頼をこなせば防衛軍の人間に貸しを作れる。そうした人脈はいつか役に立ってくれるかもしれないからね。うん、それもそうだね。依頼はもうインターネットに登録されてるよ。決心がついたら詳細を確認してね。調査、偽物さながら。やっていこうか。HDD システムでガイドの時間を約束すると、11号は目標のホローへと向かい、反乱軍と連絡を取る準備をした。5秒後に、標的のスパイがログインする。彼のことは便宜上モグラさんと呼んでいるわ。そのつもりで。モグラさんね。4、3、2。モグラさん、パエトーンを連れてまいりました。近くにいるのでしたら直接会って話しませんか。速やかに行動を開始しましょう。一刻も早く防衛軍から逃れ、貴殿からいただいた報酬でスグリの生い茂る農園を買いたいのです。スグリ？そこで犬のメイドとのんびり余生を送ることができれば、他には何もいりません。なんか変な言い訳やな。なんやそれ。前言撤回だな。11号の設定に比べればクリムゾンアイズハーミットはいくらか普通だ。
先ほどから一言も発していませんが、どうかしましたか？パエトーンに憧れていると伺っていましたが。甘く見られたものだ。リモート通信で適切な比喩かはさておき、そちらからは陰謀の匂いがプンプンする。大正解。嗅覚いいね、モグラだけに。この年で棚からボタ餅なんてことはありえない。ましてやそれが鏡餅とくればなおさらだ。デビューから今に至るまで数々の偉業を成し遂げた伝説のプロ棋士パエトーンが、新規な軍隊気取りの資料を盗む任務のためにわざわざ俺のような卑しい日陰者と手を組むはずがない。新規な軍隊気取り、まあ、誓って嘘じゃないっすよ。まあ、本当にパエトーンを語っていたら一生カップ麺の調味料抜きという呪いを受けてもいい。微妙な人影の極辛ラーメンから調味料を抜くことは、兵士から武器と証拠、そして故郷を取り上げることと同義です。想像するだけでも恐ろしい。パエトン、貴殿の誠意はしっかりと伝わりました。おい待て、ニッチな例えをするな。俺にはちっとも伝わってないぞ。こいつが一番まともだな。そうだな、ちょうど腕試しに使える任務がある。防衛軍が次に活動する予定のホローに軍用盗聴器と発信機を仕掛けてこい。口では何とでも言える。もし本当にパエトーンだというのなら実力で証明してみせろ。まあ普段通りやるだけやもんな。目標ポイントは全部で3箇所よ。遠いな、地味に。仕掛けるかはあなたに任せるわ。オッケー。ここ先が見えねえのかな。はい、マスター、無事目標ポイント1番に到達しました。盗聴機能付き発信機を仕掛けてください。はい。フェアリーが演算中。なあプロ騎士。はい。お前本当はパエトーンなんかじゃないんだろう。いや、パエトーンです。なんで黙り込む。ここは何か言うとこだろ。普通あるだろう、反論とか。こう、任務はパーフェクトに達成した、これがまごうことなきパエトーンの実力だとか、なんとか心強い言葉で依頼人の不安を取り除くもんだ。伝説のプロ騎士パエトーンともあろうものなら、そのくらいのサービスは標準装備じゃないのか。なんかファミレスとかと勘違いしてない？こいつ君のセラピストじゃあるまいし、本当の本当にパエトーンなんだけどな。まあ、セラピストじゃねえ。サイコセラピーのサービスをご所望なら別料金だよ。モグラさん、なんだ、何か言いたいことでも。貴殿は今私の心をひどく傷つけました。苦労の末やっとパエトーンに出向いていただけたというのに、貴殿は非礼な態度を貫き、猜疑心を隠そうともせず何度も探りを入れて数々の無礼を働く始末。伝説のプロ騎士に対する敬意を微塵も感じられません。これを言うのははばかられますが、パエトーンの協力を仰ぐために私は想像を絶する代償を払いました。それゆえに今回の活動が功を奏するのを誰よりも切に望んでいるのです。パエトーン、そうですね。まあ印象には残ったって言っとこう。確かに印象には残った。0.5 回の片手腕立て伏せとか。なんと軍人さん。そうか、そうだな、パエトーンともあろうものが俺ごとき日陰者にそうやすやすと手を差し伸べるはずないと思っていたが、よもや軍人さんがそこまで身を削ってくれていたおかげだったとは。俺がこんな調子では軍人さんの献身を無下にしてしまう。結果のためならどんな代償も厭わない。それが軍人という生き物です。それなら早速次のビーコンの設置へ向かってくれ、プロ騎士。いや、プロ騎士様。
まだなんか信用してないな。小倉さんって人、まだちょっと警戒はしてるみたいだけど、一応私たちを信じてくれたのかな。11号のおかげでなんとかごまかせたね。引き続き頑張ってお兄ちゃん。相手は裏切りを常とするの。油断は禁物よ。まあなんか戦闘のやつがあるけど無視していいでしょ。こうして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 なんか出てきた。こうしてお金を。伝説の黒騎士ともあろうものが、よもやよもや金欠などということはないだろうな。もぐらさんより。わからんやろ。ドアの情報を解析しました。もう 今ごめん、俺今金欠だからさ無理だわ。これどうするんだ。どっか、これ戦うしかないか。おい、ちなみにね、こいつの操作方法はね、あれで知ってます。お試しみたいなのやつをねちょっとやったから。なんかスキル使ったら攻撃が炎になるみたいな、そういうやつだったはず。まあ、ひとまずこれでブレクチ貯めるか。あ、痛いなお前らもバカが。はい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 。おお、かっこいい。かっけえなー。わかった。ラジャ。待って、これが最初はこいつでぐるぐるぐる。ボンボンボン。お前でいいか。一体。はい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 。よいしょ。よいしょ。はいはいはい。日の神神楽。おお、出てきた。これは？キャロットのデータを読み取り中。マップが増えたと。で、あれ、あー、まだ足りねえか。こうしてこうしてこう。マスター、盗聴機能付き発信機を仕掛けてください。11号様が装置を受け取りました。11号様が装置を返却しました。返却？ん？以前よりも大きくなっている。どういうこと？本当に仕掛けるのかよ。いいから何も言わないで早く設置するの。フェアリーが演算中。完了。次のポイントに向かいましょう。自分では仕掛けたくなかった。で、またここをやると。はいはいはい。ドンドンドンと、ドン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 。オッケー。これめっちゃ無敵時間長いから、スコのスコスコのスコです。火力準備。これでも暗いな。はい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 。おい、日の神神楽よこっちは。はい、強くねこいつ。めっちゃ強くね。でっかいの出てきた。少し休んでてくれ。はい、ドン。これもう先長いからこれ打っちゃうか。これ打ってドン。はい、日の神神楽。邪魔しないで。で、日の神神楽。はい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 。8回だっけ。はい、すんよこの子欲しい。
これはなんだ。あー、これか。集めとこう。お金、これで、これで2000になったから、ここを開けれるようになると。隠しルートを見つけたの。キャロットのデータを読み取り中。絶対戦わないかん。あ、てかここ戦うところじゃないんだ。モグラワズヒア、ここには何もなかった。モグラさんより。何や、あいつ。モグラさんは嘘をついているようです。モグラさんが残したメモのようだ。わざわざ宝がないと強調するなんて怪しすぎる。もう調べとこう。ヒント、ここは第15番へそくり。いえ、軍事物資保管場所です。また両側にトラップが仕掛けられています。ん？ここ、ここ。ヒント、ここは、ちょ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 、ここ。あー、てか両側って言ってたから上と下は絶対違うのか。もうちょっと見ときゃよかったな。こうして休息しといて、ここは何もないね。で最後にここと。11号のあれ見たいよな。集結スキル、集結スキル俺打ってなかったんだよな、お試しで使った時は。はいはい、ドーンと。火の神神楽、はい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 、はい、ドーン。熊いっとくか。よいしょ、はいはい、ドン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 。火の神神楽を相手にぶつけて、おお、でっかいの出てきた。ここ、へい、ドン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 。よし、来た。あ、お前じゃない、間違えた、違う、こっち。よし、ちょっと、あ、いや、撃ちたかったのに。もうしょうがない。よし、オッケー。前回の経験に基づき、あらかじめ11号に何かしらのプランがあるか確認しておくことを推奨します。お、11号様はゴーグルを拭いています。え、素顔見たい。フェアリーが演算中。もう仕事を終えた？だと？その実力、身のこなし、確かに偽物とは思えない。お目が高い。あ、今すぐ画面の向こう側に行って、パエトーンが足をつけた大地の全方位に向けて敬礼をしたい。落ち着け落ち着け、ことは重大なのだ。この程度でほだされていてはいけないな。それに気のせいか、どことなく不自然な匂いがするのも事実。うん、くんくんくん。変態チックなんで止めておきました。聞こえてるよ、通信はまだ、あ、まあ、聞こえてるよ。聞こえているよ。変な音が聞こえたような。通信設備の故障？まあ、そういうことにしとこう。まあ、そういうことにしておこう。依頼人が時折そういう不信感を抱くのも理解できることだ。パエ、プロキシー、お前は分かってくれるのか、この俺の気持ちを。好奇心は当然。なんせこのパエトーンは。好奇心は当然さ。なんせこのパエトーンは。パエトーンは？パエトーンは？いわば歩く伝説。お前が答えるんかい。フォローのすべてを熟知していると言っても過言ではありません。新エリートにおいては小学生でさえその偉大さを知っています。すべてを？だと？それはまた随分大きく出たな。フォロー調査協会だってそこまでは豪語しないだろうに。モグラさん、モグラさん、
そういえば、君もホローの中にいるんだろう。君は近くに、君は近くにいるんだろう。僕たちとリアルタイムで通信できるってことは、君もこのホローにいるということだ。案外、僕たちの近くかもしれないな。なんだ、その程度のこと、常識の範疇じゃないか。気をつけた方がいい。ここは時期、活性化する。お前、死んでも知らんぞ。信じるかは君次第だけど、パエトーンとしての経験でわかる。ここは時期活性化するだろう。エーテリアスの活動もより活発になる。そんなバカな、調査協会の方はまだ活性化警報の彼女もないんだぞ。モグラさんは知らないだろうけど、フェアリーの速さは協会なんて余裕でしのいでるんだから。本当に警報が来たぞ。アンビリーバボー。経験値のみで調査協会を凌駕してみせるとは、やはり伝説と呼ばれるだけのことはあったわけだ。前方からエーテリアスの気配を察知、戦闘準備。そっちも油断しないように、モグラさん。そっちも油断しないように、モグラさん。君戦えんの？この俺を心配してくれているのか。顔がほてってきたぞ。ホローが煮えたぎってしまいそうだ。よし、エーテリアスどもの殲滅をもって、この小さな冒険の幕を華麗に引こうじゃないか。通話はこちらから切らせてもらおう。お邪魔になるといけないからな。ああ、どんな称賛の言葉ならそのご高名に劣らないのか。いやいや、積もる話はひとまず戦闘の後だ。オタクすぎるな。はい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 、さっさ出よう。次こそ使うぞ。最大いい感じに使える時に使いたい。もうなんかダウン、敵がダウンした時にボンって俺は使いたいんじゃ。はい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 。ヒノカミカグラ。最近俺鬼滅の刃をね、漫画読み返したんだけどね、やっぱ面白いわ。俺の記憶以上に面白かった。ああ、お前だな、ここのボスは。はい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 、ぐるぐるぐる。私がやる。ここあれ、奇襲だ、避けろ。お、なんか変なやついるんだけど、お前らを呼んでないよ。はいはいはい、火力準備、火力準備。まず外野を掃除して、よし。はいはい、ここ合う。はい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 、ドン。はい、ここぐるぐるポン。ターゲットロックオン。よいしょ。これでも暗いな。あ、間違えた間違えた間違えた、最悪、間違えた。くそ、こっちに使っちゃった。あ、よし、お前らちょっと試させて。お前らで試させて、試させて。あー、死んじゃう。死ぬな、京次郎。頼む、死ぬな。それか、お前の他にもっとでっけえ敵がいてくれ。頼む。ここ、あ、ここ、ここ。あー、終わっちゃった。すべて解決しました、モグラさん。グレイト、エクセレント、ブリリアント。プロキシとエージェント。お互いが完璧に調和した至高のデュエットだった。パエトーンにとってはこれでも3割ほどの力だそうです。これで信じてもらえた？これで僕のことを信じてもらえたかい？夢じゃないよな。俺は本当にパエトーンと手を組めるのか。
ようやく悟ったよ。俺の今までの人生は日々虚しく闇の中を掘り進むだけだった。そして今日そこにようやく一筋の光が差し込んだ。ああ、なんて眩しいんだ。落ち着いてください、モグラさん。確証を得た今、そろそろ本来の仕事に取り掛かるべきでは。ああ、こちらとしてもなるべく早くことを進めたい。進展があればすぐに連絡する。はい、早急にお願いします。軍人さんの老後の夢は俺に任せてくれ。パエトンの報酬も上と交渉する。どちらも最善を尽くそうじゃないか。ちょっとオタクの鏡すぎるな。ところでパエトン、任務は無事終わったわけだし、ちょっとした質問をさせていただいてもいいだろうか。まず周期的強制フォローを利用して某トップス企業の金庫に見事潜り込んだという噂は本当なのか。それと旧研究所の跡地で繰り広げたあの完璧な、天気漏らすべからず。その話漏らすべからず。天気漏らすべからずと言うだろ。教えてあげられることは何もない。そうか。ではまたお会いできるのを楽しみにしている。とその前に一つだけささやかなお願いが。次回はそのサインなんかをいただけないだろうか。あるいはこのモグラ目に目覚ましボイス的なものを。ちょっとオタクすぎるな。いきなり切ってしまって大丈夫？いきなり切ってしまったけど。やかましかったわね。警戒を解いた途端あんなに饒舌になるとは思わなかったわ。とにかく今はフォローから出るのが先よ。エース。無事に脱出できた。ヒヤッとしたね。何度かヒヤッとする瞬間があったね。思いのほか順調だったわね。信用を得るためにあらかじめ用意していたセリフの半分も使わなかった。例えばパエトーンはいかなる検知もかいくぐる。たとえそれが自動ドアや蛇口のセンサーでも。それ誰でも通れる。誰でも通れるし、物によっちゃお前蛇口のセンサーなんて賢い犬やったらいけるやろギリ。それは採用って言った気が。リハーサルの時それは不採用って言った気がするけど。羊飼いがあなたを推薦してきた時は半信半疑だったけれど、実力は確かなようね。よくやったわプロ騎士。スパイに次の動きがあればまた連絡する。ほーん、この任務についてリンと話そう。お兄ちゃんお帰りなさい。あのへそ曲がりなモグラさんと接触できるなんてお兄ちゃんも11号も頑張ったね。私たちが本物でラッキーだったけど、本気でヤバって思った瞬間結構あったかな。さすが僕といったところか。なーに、私に褒めてほしい？今回ちょっとくらい褒めてあげてもいいかな。なんといっても自分を演じるなんて初めての経験だったわけだけど、私たち結構いい演技してたと思うよ。11号ともうまく連携できてたし、ひょっとしてポーカーフェイスって嘘をつく時にもってこいなのかな。よし、次は私も部長面で行ってみようかな。冷蔵庫の人参ケーキ。人参ケーキ、私見てないけど。人参ケーキ。やっぱちょっと心もとない心はね。モグラさんはとにかく疑り深いもん。あの人の信頼を得るにはそんなに簡単じゃないと思うんだよね。とはいえあのパエトーンへの続行ぶりは一見完全に警戒を解いていたように見えたけど、まあ少し気持ち悪いな。そうだよね、やっぱり変だよ。私たちがボロを出すのを待ってるんじゃないかな。絶対いい思いなんかさせないよ。次もお兄ちゃんが完璧にやり遂げられるよう私サポートするから。次の動きの前に11号が羊飼いを通して DM で教えてくれるはずだから、今は休憩しとこ。休憩する。人参ケーキが気になっちゃうな。エージェントヒアはこれで終了しました。11号の、エージェントヒアはホローインポッシブル中の新しい章がアンロック。ふーん、なるほどね。
他なんかあんのかな。キツネ、ようわからんやつ。なんかジブリっぽいやつ、ようわからんやつ。チェスっぽいやつ、ようわからんやつ、ようわからんやつ、ようわからん。はーん。いろいろあるね。ただ振り返っただけなのに、実際にもう一度経験したような疲れが。そっか、これ過去に経験したやつか。これでもう、眠れるかな。寝室に戻ろう。せっかくだし。一個ずつ、丁寧に。いや、違う、寝坊だ。もうビデオ屋の営業時間。回転が遅れてないといいけど、早く降りてみよう。気持ちよく休んで頭もすっきり。店長、前進めてくれたポッターヒル、悪くなかったよ。最近の映画で似たようなのある。テンポが速くてスリリングで刺激的なのが好きなんだよね。今月入荷したばかりのハッカーズミッションはどう？見る側も脳をフル回転させられるシナリオはもちろん、たくさんの批評家がハッカー同士の対決シーンを高く評価している作品なの。あれか、聞いたことあるけど、ああいうハッカー同士の対決シーンってちょっと嘘くさくない？本物のハッカーの仕事があんなにロマン全振りなわけないじゃん。映画っていつもそうだよね。とにかく誇張して見る人にその職業への幻想を抱かせる。見たいな、ちょっとなさそうだし、また今度来るわ。なんだこいつ。灰色のパーカーを着た少女はその場を離れた。あ、お兄ちゃん来たんだね。今の人誰だい？あー、名前わかんないんけど、一応うちの常連さんだよ。でも話した感じだと映画の設定にすごく厳しいんだ。真面目な人はあんな格好しないと思うよ。うん、そうかもね。でもあの子の好み私と結構似てると思うんだ。今度おしゃべりしてうちの会員カードを作ろうって勧誘してみようかな。スマホが震えた。こんな早くに新しい依頼が。誰だい？羊飼い。よう我が友よ。俺だ。ハッピーかい？めちゃくちゃハッピーさ。なんだよ、今日は珍しく機嫌がいいな。おっさん、ちょっと、薄気味悪いぜ。ともかく、今回はそんなあんたに朗報だ。初の名声昇格試験にご参加いただけちまうぞ。なんだそれ。まあ、実際は初めてでもないわけだが、だろ？かつてのレジェンドさんよ。おいおい、おっさんをからかってるのか、それともマジで忘れてるのか、心臓に悪いからやめてくれよな。インターネット名声を上げるための試練だよ。試験だよか。あんたのそのインターネットレベル、それに、フォロー観測データの収集量が一定に達したんだ。ついに試験を受けられるようになったってわけだ。何か忘れてない？なんだよ、まさか試験内容か。バカの一つ覚えみたいに、エイテリアスを一掃せように決まってるだろ。もちろん、普通のエーテリアスを相当するのに比べたらちとばかし手強いかもしれないが、ハローのアカウント情報には目を光らせておくぜ。うまいこと昇格できたらおっさんお祝いしちゃうぞ。スケジュールに追加。昇格、プロ棋士の道。レベルアップか。レベルアップってか、レベル上限解放か。やってこうか。いきなりでかいのがいるね。なんだこれ。ここ、あん、早かったん。ここ、あん、ちょっと待って。やい、俺、ちょっと未来見てる。見聞色の覇気使っちゃってるからさ。こっちでいいや。よいしょ。こっちのカウンターのあれを貯めたいから、ドン。アウ。ここ。ここ、はいはいはい、ここぐるぐるぐるポン、トントントンドン、アンドマジでぶっ叩かれてんだな。よいしょ。はい、雷ぐる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 、ドンドン、はいはい、でポン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 、ドッカーン。よいしょー、これで終わり。まだか、まださすがにあるか。うん、でっかー。ここオッケー。
反応しねえな。あれは回避か。はい、ここオッケー。ぐる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 、合う。間に合うと思ったんだけどな、あの飛ぶやつ。トン、トン、うん、アンド。よいしょ、よし、やったれ。よし、ぐるぐるドン、ぐるぐるドン。もうお前、顔面にこのドリル、もう敗者だと、お前自分を。もういるだろ、こういう敗者。コンビニより数多いんだし。ワンちゃんか。はい、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 ポン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 、あん、おい、あお、はんよ、そこ、ぐる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 、ちょっと、ワイヤレスコントローラーのバッテリーがなくなってる、ここ、あ、はい、はい、はい、ここ、ここ、ここ、全部終わり。ドン、ドン、ドン。うわ、後ろに爆捨てされて回避されるな。はい、はい、はい。あれ？あれ？ちょっと待って。なんか変なボタン押しちゃった。はい、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 ドン。で、安藤で、掘削作業をして、クマちゃん。よし、行け！包丁だ。アンド、アンド、雷、雷、ケツ、ケツ、ケツを、ケツを重点的に、ここ、あら、ここ、よいしょ、ぐる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 、はい、燃焼になったな。で、ここで安藤で、安藤で電気のやつをかけてやる。と混沌が出るんだよね。ぐるぐるぐるポン。よし、包丁。待って、炎のこれをやっとくか。ドン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 、炎のあれをつけたい。ドンドンドン、あ、ドン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 。よし、ぐる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 、ドン。不安全行動禁止。不安全行動禁止。おー、包丁エンド。S。思っていた通り余裕で昇格できたね。インターノットのお墨付きをもらったことだし、割のいい仕事からじゃんじゃん舞い込んでくるはず。羊飼いっては昇格できたらお祝いしちゃうぞとか言ってたくせに2日間も経ったの。まああの人のことはひとまず置いといて、昇格の報酬について知りたいな。いいものあるかな。まだ見てないよ。どれどれは温動機のドライバーディスク、温動機コアとセットで装備できて、エーテル侵食耐性を上げてくれるんだよ。おまけに戦闘のサポートまでしてくれるんだって。なんだそれ、いいものくれるじゃん。インターノットって昇格者プロ棋士へのインセンティブがすごいんだね。お兄ちゃん、今試しに装備してみる。ここの、ここの出撃可能よ。ここか。あー、この枠か。これ何するんだろうなと思ってたけど、これのためだったのか。温動機ディスクのスロットに空きがあるようですね。なんでその口調なの。装備したいドライバーディスクを選択してください。選択したドライバーディスクを空いてるスロットにはめ込もうと。これか。ショックスターディスコ、攻撃 26HP37、 貫通値3、セット効果、2点セットで、衝撃力 6%、 4点で、通常ダッシュ、回避反撃のメインターゲットに与えるブレイク値 20%。あれか、生物みたいな感じか。6個もあんの？マジで？大変じゃね、厳選。見た感じね、結構クレタに合いそうだから、
ちょっとこれ全部クレタにつけるわ。ごめんな、アンビ外しちゃって。うん、昇格の件が一段落したことだし、ビデオ屋の経営でもしよっか。新作を手に入れに行こうか。仕入れに行こうか。うん、私もそうしようかなって思ってたとこ。そろそろ、問屋のトラビスさんから、毎週恒例新作情報が来る時間じゃない？メッセージが来たらビデオを仕入れたいって言っとくね。あ、お兄ちゃん、スマホが鳴ってるよ。トラビスさんからのメッセージだったりして。新キャラか。トラビスの CAQ&A。 Good morning、 親愛なるお客様方。こちらはトラビスだ。悪いだが、急な事情でな、一部の、地区、外区では、今週末の入荷が遅れそうなんだ。影響があるのは主にネスティング地区6分街、それに10分街だ。入荷の遅れが営業に響くって場合はすぐに連絡が欲しい。何か方法がないか考えてみる。ビデオ屋の入荷について問い合わせ。入荷が、どれくらい遅れるかだよな。どちら様で？送ってきたのはあんたでしょ。そらないよ。ああ、さっきの異性送信なんだよ。取引先みんなに送ったんだ。お宅の番号は、こっちのリストには経営に明るくなさそうな若者とあるな。だからすまないかな。クソがよ。店の名前言ったらいいやろ。ああ、その若い、兄弟か。思い出した。久しぶりだな。儲かっているか。兄弟なんだけどな。まあ、うちは、うちはビデオを仕入れるのが割と不定期だし、覚えてもらいたくてもしょうがないか。あ、そういうのは新エリートで商売してんなら、潰れてないだけで半分勝ったようなもんだ。ビデオ屋というニッチな利用分を考えたら完全勝利かもな。褒められてる気がしないな。ビデオの在庫補充については、紹介できる人間の、名刺を何枚か渡す。俺の馴染みのビデオトン屋たちでな、適正価格で仕入れ先も健全。旧文明の作品も揃ってる。トラビスの紹介だって一言言えばいろいろ融通してくれるぞ。どうだ、それでいいか。その同業者の情報が欲しいよな。ついでにその人たちの手元にある映画のリストもちょうだい。ちょうどいい業者をチェックしておきたいの。お兄ちゃん、トラビスさんから送られてきた名刺とビデオのリストを見た。いい感じの仕入れ先がいくつかあったね。お疲れ様。ちょっと手間はかかっちゃうけど、入荷は遅れずに済むね。よかった。ストーリー集中モードに入ろうとしています。進行中、他のタイプの任務を進めることはできません。よろしいですか？こっからストーリーか。まあいいだろう。今日は早く休んで、明日はなるべく早く出発しよう。次の日の朝。私は、店の片付けをするから、後で通りの出口に集合ね。お兄ちゃん、あんま長く外をぶらついちゃダメだよ。わかった、また後で。完全におかんだな、ムーブが。リン、リン。お兄ちゃん、やっと来たね。どうして僕より早く着いているんだ。うん、すごいでしょ。6分街は私の庭なんだから、お兄ちゃんより早いのは当然だよ。それでいいかな。OK ならすぐ出発しよう。よし、出発。はあ、こんなに仕入れるなら車にすればよかった。もう一つの仕事は振り出しに戻ってしまったし、収入もかなり減るだろう。ビデオ屋の方も本腰を入れないと。それもそうか。でもなんでスローな映画ばっかりなの？スリリングな方が良くない？お兄ちゃん、リン、僕は万人受けするビデオを選んでるんだ。ふーん、本当に万人受け？ほとんどアートとドキュメンタリー映画ばっかりなのに。それはこういう映画を求める人は多いんだよ。新エリートでの生活は大変だからね。みんなそんなヤワじゃないって。あ、あの3匹だ。あ、前回はお兄ちゃんが選んだんだし、次は私だよね。あれは2人で選んだんだ。あれはお兄ちゃんに乗せられたの。次は私がビデオを選ぶ。
すみません、フォロー調査協会ですが。間に合ってるよ、お兄ちゃん。いいよね。けど可愛い、こういう妹欲しい。お客さんがドキュメンタリーを見たいって言ってたし、元のプランでいいんじゃないかな。聞こえたよ。そうやってお店のお金を自分の趣味に。さて、何のことやら。もう一つの仕事の依頼。羊飼い、さて、仕入れには変更なし。次回は、いや、先にこっちの仕事だ。リン。お兄ちゃん、少しプランを変更しな。いつの間に。依頼人の方はお兄ちゃんに任せるよ。私は代わりにビデオを仕入れてくるね。まさか一人で行くのか。おい、しっかり万人受けを選ぶから店番よろしくね。かわいい。リンって圧倒的にかわいいよな。俺今のところさ、俺リンとエレンがね、俺の中の一番をバチバチに取り合ってる状況なんだけど。よう、お得意さん、今日は兄弟揃ってお出かけか。仕事絡みの用事でね。おっと、そうなのか。すまんすまん、間の悪い時に来たみたいだな。今日来たのは他でもない、あんたらが気にしとく価値のある依頼が今この手元にあるぞと。事情を説明するとだな、教会内部のこんな情報をつかんだのさ。クリティとラマニアンの二大原生ホローでこのところ活性の上昇が見られるってな。最悪新しい強制ホローが生まれる可能性があるとかよ、あるとよ。俺たちがもうちょっとこれに探りを入れた結果、この件の担当部署と簡単に渡りをつけられた。それでこの秘密の依頼をいただいたってわけだ。なんでもホロー鎮圧用の軍用メカが数台、エーテル活性の高いエリアで制御不能になってるらしい。担当部署の連中はそいつらを片付けてくれるって片付けてくれる腕利きを探しているんだ。こいつをやり遂げればこっちはその部署に貸しを作れる。今後の情報収集に役立つことは間違いなしだ。ファイトーンにとっちゃこんなの大したトラブルじゃないだろう。どうだ、受けるか。まあ受けとこう。兄弟揃ってのお出かけの方が大事か。まあいいけどよ、家族は大切だからな。だが時間ができたら忘れず返事をくれよ。大将、大将、ようなんだ、お前ら一緒じゃなかったのか。お前らついさっきオタクの車が六分街を出てったのを見かけたぞ。てっきり兄弟揃って出かけたもんかと思ってたが、運転免許持ってるんだあの飛行。今回はリン一人で仕入れに行ったんだな。妹と合流しようとしてるのか。大橋の方へ行ったぞ。ああ、わかった。大橋はどこだ？どこ？こっちか。なんかある。何これ。治安官。そこの市民、止まりなさい。この先は現在、完成エリアとなっています。どうして？付近の街区で強制ホロー災害が発生したため、六分街および隣接街区は、潜在危険区域に定められました。ホロー緊急避難対応策に、乗っ取り臨時管制権を立ち上げる必要があります。安全なため市民の皆様はこの一帯に近づかないようお願いします。リンの通り道じゃないか。顔色が優れないようですが、お知り合いが向こうに。まあ、仲やね。縁起でもないことを。新しい DM が来ました。差出人は問屋のトラビスです。ご一読することをお勧めします。ビデオ屋の二人さん、うちのボンプに通知が来たんだが、六分街の近くでホロー災害警報が出たみたいだぞ。危ないからそのあたりにある問屋を訪ねない、やめとけ。リンが一人で出かけちゃったな。慌てるな。俺の方から、問屋仲間に連絡してみる。もう無事についているかもしれない。まあ待ってろ。グループ通信を一時的に遮断しました。このメッセージはあなた様にしか見えません。マスター、トニアのトラビスは、
の、情報網はあくまで日常的なビジネス上の付き合いに、なんて読むんだこれ、なんとかするものです。効率と実績の画面両面において信頼に足りません。私たちの力であなた様の妹リンを探しましょう。提案、付近の外区の、幹線道路監視デバイスにアクセスすればリンが運転する家庭用ミニバンを捜索できます。よし、お願いフェアリー。承知しました。捜索結果は HDD システムで共有いたします。まったく世話の焼ける妹だ。今回の行動目標、失踪した助手、2号リンの救助、ホロー内でのサポートは私が引き継ぎます。頼んだよフェアリー。了解、ライブ準備完了、いつでも始められます。調査、緊急救援。目標の強制ホローに到達しました。本エリア内に複数の生体信号を検出、その中に救助目標がいるかもしれません。一番近い場所から探そう。おらおら、壊れかけの壁は何で、ああそれ知ってます。おら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 、よし、おら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 、よし、こうしてもうないね。新しい BGM だなこれ。やってこう。ベン、私がやる。トン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 、グルルルトン、トン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 、さらに溜めて、もう一回グル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 ゴーン。いった、痛いでござる、痛いでござる。トンドン、こうか、こうしてトントン。は育つすよ、はい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 、よいしょーと。また変なのが出てきて、ドッカーン、はい、ぐる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 、よいしょー。あれ、はいはい、はい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 、もう終わりかい。おお、なんか人がいる。どん、女の子だ、女の子は助けなきゃ。よいしょ、ドッカン。こうして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 、てか、え、だ、なに、なんか戦ってね、なんか変なの、なんか変なの戦ってね。お前誰よ、吹き飛ばされてる。はいはいはい、だ、誰この人。バカ野郎、お前攻撃っていうのはこうするんだよ、お前腰が入ってね、お前攻撃っていうのはなんかこうするんだよ、分かったか。まだいんの、はいはい、ドン、トン、ドッカーン。これで一掃しよう、ドッカーン、よいしょ。お、もうお前一人なんじゃない、お前の仲間全員死んだよ。治安官か、君たちホローレイダーなのか、離れてくれ、君たちみたいな無法者の助けなどいらない。怪我人は無理をするな、するな、く、私が怪我さえしてなければ。そんな全身機械みたいな見た目してて怪我するんだ。私はどうなろうと構わない、ただもし周囲の罪なき市民を庇護してくれるなら君たちを見なかったことにする。大丈夫、かわいい、おしゃれな女性、露出多くない、
よかった。化け物になるまでずっとここに閉じ込められるのかと思ったわ。指示した方向へ逃げるんだ。早く。え、わかったわ。そうよ。まだ、着たい服がたくさんあるんだから、絶対にここから脱出してみせるわ。その息よ。頑張れ、頑張れ。ここにいるのは一般市民だけ。フェアリー、次の場所は？新しい座標データを同期中。よかった、ここから近い。まあ、リンじゃないだろうな。やってこう。トン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 、トン、ドッカーン。で、はい、まず一人。で、次はお前だよ。よいしょ。よいしょ。はいはいはい。よいしょ。で、最後にお前だ。よいしょ。ドッカーン。これで終わりかな。なんか投げてきてる。ずるあいつら。ずるやん。はい、ドーン。よいしょー。はい、はい、はい、はい。はい、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 はい。アンドウ。でもうあとお前だけだよ。はい、はい、はい、はい。はい、寝る子は育つっすよ。ぐるぐる、トン。もう終わりかな。こんなエリア広いのに1エーブしかねえのかよ。なんかキモいのいる。キモ、こいつら。キッショ使おう。おー、広範囲で気持ちいいね。ぐる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 、ぐる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 、ドン。あ、そっちに座れるんだ。はいはい。ぐる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 。これしてるとき中段体勢ついてるからいいね。便遅っ。なんかでっかいの出てきた。お前ら攻撃してこい、攻撃してこい。はい、ぐる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 。で、トン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 。止めらんねえよ、止めらんねえよお前らには。はい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 。で、こっちに変えて、あん、ぐる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 。使うか。気持ちいい。てか、あの技好きだな、結構。ぐる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 。うーん、ぐぐぐぐ、うーん、こっちに変えとこ。ここ、あれ。来いよ。いや、便利するか。おー、なんかすんごいヒットストップなかった、今。気持ちよかった。はい、はい、はい、はい。アンドファイヤー、サンダーか。はい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 。で、これは、ああ、この人確かやんちゃっぽい男性。フォローサバイバルガイドにあったサバイバル術、何だったかな、思い出さないと。無駄なことを考えるな、見ろ、助けが来たぞ。ついてきてくれ、ここから連れ出す。そんな、せっかく覚えたサバイバル術を使わない。うん、もうお前一人だけ自殺してろよ。ここにもリンはいなかった。探し続けよう。まあ次だろうな。もう回収しといて。こういうのはね、大体3つ目って決まってるから。相場がね。注意、生体信号が移動中。なんだって、驚いて逃げたのか。
もうそろそろでっかい敵来てもいいんじゃないかい。ここオッケー、はい、ぐるぐるぐる、あ、間違えた、トン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 、あー気持ちいい。あ、お前かい、見つけたぞ。何をするつもりだい。ふん、他の隊員のところから、救急用の医療品を取ってきた。私はもう動ける、言ったはずだ。お前たちのホローの無法者は絶対に認めんと。ホロー内の探索と救援は我々治安局の役目だ。私も、探索と救援に加わる。ありがとう。まあ、ちゃんと分かってるんだな、俺たちが。ちゃんとしたやつだって。誤解するな。自分の職務を果たそうとしているだけだ。お前たちホローレイダーを認めたわけじゃない。男のツンデレほどいらんもんはないな。はいはいはい。はいはい、ドーン。お前ほんと動けんの？お前仕事してないんじゃない？お前、そんなんだから会社の中でも無能って言われるんだよ。ほらお前、俺こっちも 2,3 体やったのにお前1体も倒してないじゃん。よいしょ。そんなんしてたらさ、お前窓際行くよ。うん、でっかいの出てきた。はいはい、ここ、はい、よいしょ、トントントン、ぐるぐる、上に、あー上に上がる暇がなかった。次こそ上にポンポンドン、完全燃焼、よいしょ、ぐる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 、うん、ぐる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 、うん、ぐる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 、ここ、あれ早かったな。ドーントントン、はい、熱唱。この時に、この時に、雷のやつ、混沌を発動できたのかな、今。いまだに混沌がよう分かってないんだけど、あれ、リンじゃない。本当に救助隊が来たの？ヒグワーン。もう大丈夫、しっかりついてきて。グスン、うん。治安官だったなんて、リンは一体どこに。当該エリアにはこれ以上接触したことのない生体信号はありません。そのためリンは別のエリアに閉じ込められていると推測されます。うーん、ここまでやって、うーん、成果なしか。提案、出口を見つけ先に被災者たちを連れ出すのはいかがでしょう。このエリアに他の、生命体の信号はない。まずはみんなを連れて撤退。救助待ちの被災者たちを招集中。しばらくお待ちください。お前ら行くよ。おお、広っ。前方のエリアではまだ列車が運行している。みんなぶつからないようしっかりついてくるんだ。ぶつかる可能性があるってことか。はい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 、あ、これ、あ、ぶつかるか、これぶつかるか、あ、危ねえ。これは取りたいから、こうしてこうしてこうこうこう、オッケー、あぶねえ。こうこう、ちょっとまずいな、これは。ちょっと行かせるか。はい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 、で、こう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 、けぇ。マジギリギリだったな。エリート地下鉄をご利用いただきましてありがとうございました。出場の際はお支払いをお願いします。3000円高っ。
いよいよ依頼は大詰めです。このまま依頼を進めると自由に探索できなくなります。依頼を進めます。エス。調査協会の探索及び救助記録を、紹介したところ、現在ホローエリアにアクティブな生命反応はありません。目標の捜索、救助対象が見つかりません。推測、目標はより深いホローエリアに落ちた可能性があります。推定完了、当ホローエリアの奥は複数の迷いやすい道へとつながっている可能性があります。注意、全体の捜索、全体の捜索及び測定には想定を上回る時間がかかる場合があります。生存者に聞いてみよう。同意、被災者からの目撃情報は迅速な位置特定に役立ちます。通りの出口に勤務中の治安官を確認しました。提案、治安官に生存者の居場所を尋ねるのが良いでしょう。すぐ行こう。リン大丈夫か？待ってくれ。生存者を集めるだけなら私にも手伝える。彼はあのホローで僕たちと捜査を手伝ってくれた治安官だ。お前か。ありがとう、任せるよ。これは我々がすべきことだ。法を守るすべての市民の訴えは漏れなく尊重されなければならない。こいつ鏡だな、正義の。すまない、我々では被災者をすべて探し出すことはできなかった。まもなく救助された生存者を召集する。少し待ってくれ。あの子だ。そう、妹さんはリンというのね。あ、ほら、SNS を特定できたわよ。妹さん。そんな早く特定できるの？怖っ。まあ、本人の方なんだけど。本人に会ったことはないわね。DM で今どこにいるか聞いてあげよっか。もう十分だよ。ありがとう。怖い時代だな。妹さんは探していらっしゃるんですか？すみません、見てませんね。適当だな、おい。せめて考えるふりくらいはしてやれよ。失敬、誤解を招く言い方でしたね。しかし、私の言葉に偽りはありません。可愛い女の子は網膜に焼き付けるよ。お前、見る目ある。妹さんのような可愛い子なら一目見ていれば忘れるはずがありません。忘れてすぐれ。忘れるのですか？でも、空いた DNA の記憶スロットはどうしましょう？まさかこの人をお兄さんとし。やっぱお前しんどくか。悪いな、こいつもふざけてるわけじゃないんだ。ショックで脳みそがうまく働いていないんだろう。そうだ、閉じ込められていた女の子が慌ててゲームセンターのあたりに走っていくのを見たぞ。あんた、その子に聞いてみたらどうだ。ゲーセンか、元気やね。なんでゲームセンターが開いていないの？せっかくホロー出れたから。ほんと元気だね。ホローでこの子に会ったことは？この子、あなた、ちょっと待って。銀色の髪に、碧色の瞳。風が吹いたら飛ばされそうな、ひょろ、じゃなくてスタイルの良さ。もしかしてあなたがアキラさん？あいつが言ってたな。僕のことを知ってるのかい？よかった。リンさんとの約束果たせなかったらどうしようって思ってたの。リン、お前、お前、約束してて出れたのに、なんかそういう、こいつを探すとかせずに、一発目ゲーセン？こいつマジか。あなたの妹さんに私がホローの中で安全な避難場所を教えてくれたの。あの子がいなかったら私たちきっと救助が来るまで待たなかった。リンは一体どこにいるんだ？それがパニックになった人を追いかけて、ホローの奥深くに入ってしまったの。行きがけに、銀髪壁眼のひょろ、スタイルのいい人が、六分街で自分の行方を尋ねてくるはず。それは自分のお兄さんだからって言い残して。アキラさん、リンさんは、路線に沿って奥へと向かうって、これだけ伝えればどうすればいいかわかるはずだからって言ってたよ。あー、頭いいね。さすが俺の妹。じゃあ、助けに行きますか。必須情報を獲得しました。線路沿い方面の深部はもう一つのホローエリアへとつながっています。
調査協会の最新ホロ観測データベースと照合した結果、旧工事エリアであると暫定。助手2号がそこで救援を待っている可能性は 99.983%。 よし、メッセージを匿名で治安局と調査協会に送ろうか。あ、ちょっと待って、間違えておっしゃった。皇帝、すぐに治安局、調査協会、インターネットとの情報を同期してあります。私の配慮を褒めてください。潜入準備完了。いつでも助手2号の救援を開始してきます。生体信号からすると、救助目標であるリンがこの場所に閉じ込められている可能性は極めて高いです。余分な探索エリアを排除し、これまでのデータに基づいて目標地点までの最短ルートを算出しました。注意、ルート上に軍用車両規格の識別信号を検出。慎重に応対してください。軍がいるのか。あれがリンか。待っててくれ。助けてやるぞ。警告、火器完成で。無差別に爆破してるのか。慎重に進まないと。あんなにあったのにあいつ許せねえ。慎重に回避しないとダメだ。ふん、よし、オッケー。きっしょ、あいつ。何やりてんだよ、あいつ。キモくね？絶対モテん。うわ、増えた。車両クラスの識別信号を検知。増えやがった。お。前の軌道を利用しよう。お。シュン。お。お。シュン。あ、これ終わった？これ終わったもしかして？よし。おお、危ね。こうシュンって言って、こう言ってシュンシュンシュン。危ね。移動して、はっ、移動しといて、これ乗ったらアウトだよな。危ね。こうしてこうしてこうしてこう、あ、前進めばよかった。こうしてこうこうしてこうこうしてこうしてこうしてこうこうしてこうこうしてこうして、これが取れて、下のやつ取ってなかった。愛の気になる侍。あ、間違えた。でこうこうして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 こうこうして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 こうこうしてこう。慎重に回避しないとダメだ。あれ、ここ範囲内だか。こうしてこうしてこう。ギミックを利用して軌道を反転させる。こうして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 こうで、これでいけるようになりましたよと。これで通れるようになった。オッケー。よし、ちょっとお前らの顔を見たくなってきたな。あ、合体。リンは返してもらうぞ。ドアの情報を解析し、残念ながら。まあ、ひとまずここら辺を漁るか。漁って漁って。あさって、ここもあさって、こうして、こうして、こう。やろうか。さて、バゼルギウスごっこしてたやつの顔を拝みに行こうじゃないか。どんな醜い面してんだろうな。うーわ、ぶっさいくー、バカ野郎がよ。よいしょ。
はい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 、ここケイエントーンドッカーン、ほほほほほ、はい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 、ドーンドッカーン、もう終わり？さすがに違うやろ。おい、このブサイクがよ、お前俺に爆弾なんか投げつけてきやがって。はい、ドッカーン、よいしょ、はい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 、ちょっと待って、トン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 ドン、カウンターってやつを見せてやる。はい、あ、入力するの忘れてた、まあ、いっか。はい、よいしょ、まだいるんか、しつこいね君たち。はい、ぐる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 、ドン、はい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 、ぐる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 、はい、ぐるぐるぐる、おお、こいつ動くぞ、モノマネ似てねえんだよ。でっかいのが来る、でっかいのが、でっかいのが来た。こういう時にこそカウンターが光るってもんよ。はいはいはい、ぐるぐる、しかもこれも使っちゃうっていうね。はい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 、あー回避がかかう、はい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 、交代だ、はい、ぐる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 、はい、ぐる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 、ウィン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 、慣れてるからぶっ放してもいいだろうこいつ、機械だし。ここ、はい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 、ドッカーン、あ、リンリン、あー、リンリンと目隠れ女子、やっと来たお兄ちゃん、助けに来ていただき本当にありがとうございます。私のせいでリンお姉ちゃんを危ない目に遭わせるところでした。ユリが誕生してしまったか。さあ家に帰ろう、君も家族になるんだ。S、アキラのガイドのもと兄弟は無事ホローから離脱し六分街に戻ってきた。あ、チョップ大将おかわり、おうよ、うわぁ守りたいこの笑顔や。いいじゃん、ずっとホローにいたんだから。具合はどうだい？うん、バッチリ。あ、仕入れたビデオはホローに落としちゃったけど。お客さんがっかりするだろうな、新しいビデオがなくて。がっかりはお客さんじゃなくてお兄ちゃんの方でしょ。まったく。それならまた明日仕入れに行こう。次はリンが決めていいから。あ、本当に？あ、ああじゃあいいこと教えてあげる。お兄ちゃんドキュメンタリーが見たいんでしょ。守りたいこの笑顔。今回の資格記録じゃないか。ダメ、実はベースドキュメンタリー風ブレブレのカメラはフェリーがいい感じにね、涙ありスリルありの超大作。そうだ、これ店に並べようよ。そしたら却下、ダメだ。さてはテルテル、あのね、かわいい、かわいい。おはようお兄ちゃん、リン具合は？安心して、なんともないから。
確かに生身のままホローに入るのは避けるべきだけど、昨日から何回もその心配なんだよ。そうだ、今日は、一緒に仕入れに行くつもりだったけど、さっき羊飼いから連絡が入ったの。いい依頼を紹介してくれるんだって。あんたらは依頼人が要求するアカウントの要求にギリギリ達してる。これは滅多にないチャンスだぞ。だって。本当かな？さあね、そういえば近くの喫茶店にいるみたいだよ。直接会って話してみたらどう？ビデオ屋の仕入れは私がやっとくから、今回は私が決めてもいいんでしょ。もう好きなもの買って。リンはそう言うとその場を離れた。家族。トロフィーは家族。ああ、今回、キリイシ、ここでいっかな？終わるのは。次回、羊飼いの謎の依頼編から、サラダバー。